はい、どうもこんにちは、レモンチャンネルのレモンです。今日はなぞなぞを10問やっていきたいと思います。それじゃあやっていこう。第1問、世界の真ん中にいる小さな虫ってなんだろう。僕も結構わかんないな。ヒントは、世界をひらがなに直すと真ん中に何かがあるって。じゃあそろそろ答えを言おうかな。答えは蚊。蚊ってなんか血を吸うやつね。世界の真ん中は蚊。よし、次の問題。第2問、逆立ちすると3つも小さくなるものって。逆立ちすると3つも小さくなるものってなんだろう。コメント欄でさ、なんか意見とか言ってみて。ヒントは数字で考えてみるんだって。数字で考えてみる、なんだろう。よし、答えは9が逆さまになると6になるのだって。数字の9。次、第3問、おじいちゃんと一緒にやるスポーツって。おじいちゃんと一緒にやるスポーツってよし、ヒント、おじいちゃんは違う言い方で祖父と言う。はい、答えはソフトボール。ソフトボールでソフトボール。次、第4問、カメとラクダとサイが買い物に行きました。何を買ったでしょう。これもよくわかんない。僕もね、全然わかんない。はい、ヒント、続けて言うとどうなるのか。続けて言うとどうなるのか。答えはカメラ。続けて言うとカメラくださいだって。ああ、確かに言われてみればそんな感じするよね。第5問、小さい時は書けたのに大きくなったら書けなくなるものってなーに。なんだろう。あ、分かったかもしれない。ヒント、書けると言っても文字を書けるじゃないって。はい、答えはよだれかけ。違かったんだけど。第6問、家族みんな大好きなのにお父さんだけが嫌いな食べ物って何。
家族みんな大好きなのにお父さんだけが嫌いな食べ物って何？あ、これはさすがにわかるわ。これは結構有名なんじゃない？はい、ヒント。まずお父さんを違う言葉に変換して、さらに嫌いも違う言葉に変えるとどうなるの？まあこれはさすがに結構有名だからわかるよね。正解はパパイヤ。パパイヤ、パパが嫌でパパイヤ。次、第7問。綺麗にすると汚くなって、汚くなると綺麗になるものって？ヒント、お掃除の時に使うあれ。何それ？答え、雑巾。あー、言われてみればそうだね。第8問。アンパン、食パン、クリームパン、この中で人の話を聞くことができるパンはどれ？え、ってかさ、パンってさ、もともとさ、人の話聞くことできないよね。まあ、突っ込んじゃった。あ、でも、わかったかも、これも。はい、ヒント。話を聞くのは、体のどこの部分かを考える。もうヒント言えばもうわかるでしょ、これ。さすがにこれは簡単。答えは食パン。食パンには耳があるからね。第9問。お寺の和尚さんが2人で挨拶に来た日は何の日？いや、なんで二人で挨拶に来るんだろう。お一人で大丈夫って思うんだけど。なんだろう。はい、ヒント。和尚が二人、二人を違う言い方にするとわかる。二人を違う言い方。何？答えはお正月。お正が通でお正月。へえ。はい、いよいよ最後の問題になりました。最後の問題は難問、高校生レベルだね。よし、じゃあそれを皆さんは解けるのかチャレンジしてみてください。第10問。呼んでも呼んでも返事をしない、家によって届きそうなものはなんだ？なんだろう。お、マジでわからない、これ。普通に難しくない？ヒントは朝に届くかもしれないだそうです。正解は新聞。新聞か。まあ読んでも読んでも、まあ、返事をしないよね。これ分かった人いた？いたらコメント欄で教えてね。
はい、じゃあ今日のなぞなぞはどうだったかな。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくね。それじゃあバイバーイ。